タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。えっと基本はえっとセレクトショップでえっとポップアップであったりとかえっと卸ですね。ターゲットは20代前半だったってことですか？20代前半だったんです。での人に9万円のジャケット売ろうとしてたんですか？あ,あ売れてました。はい。おえ売れてまあ、売れてないから今困ってると思うんですけど。あえっとそのコロナ前はコロナ関係ないですよ売れるか売れないか。 だってコロナでも業績上がってる業者なんていくらでもあるし、ねはい、服飾だって、ね、今調べたら平均給与上がってますよねだから別に、まあ、もちろんやばいとこもあるかもしれないですけど、はい、EC うまくやってるとことかもっと売れてるじゃないですか、はい、だからそれ関係ないじゃないですか,かそれをコロナのせいにするのはまずおかしくて例えばこれを2万2 2 3の人が9万かけて買うと思って作ってるということなんですか全体ではないんですけどはい、はい、やっぱりそのファッション好きな子たち んかコロナが、あのー、理由でないってさっき細井さんおっしゃってたんですけど、まあ、コロナが理由で下がったっていうのも分かるのでただ逆にそのコロナが理由で下がってるとこなんかしばらくは財布上厳しいんじゃないかなとで特にアパレル EC で売りましたってなってもあ、はい、まあ EC で一番相性悪い商材でもあったりするじゃないですか。はい、っていうことはなんかあコロナが理由だったらコロナが逆に言えばか。 なんかこう収まるまるではかなうもうんかなとそうですねそれもあのおっしゃる通りなんですけどあのイベントがあってその、えー、とこれをああいうふうに売っていけるっていうイベントがあってそのイベントの、えー、とイベントの前に僕らってこう,こういうルックブックとかみたいなものを取ってこう何かあげるんですけどあげたその前後に需要があるんですけどその。 僕の方がその言ったらこうウェブ周りであったりとかそういったものをそのあんまりやってこなかったっていうことがあってそれでその需要をやっぱり取りきれなくて問い合わせで止まってしまったりとかみたいな感じが結構多くてまあそこをちょっと改善したいなという事業プランでもあるんですけど。はい これまでの購入者のその購入に至るまでのルートってどっから来てるんですかあ基本はその、えー、とお店でのポップアップです、あ<ー>それとインスタグラムです。置いてもらってセレクトショップに置いてもらって、はい、あこれいいねって言って買ってもらう、そうです、はい、あるいはそこから、まあ、インスタか何か広告とかで知ってそこからネット購入するとすえと、ね、広告はあまりそのや,っ、ね、やってないというかあんまり打たないんですけどそのあ,のあまり周りでも売ってるブランドってそんなに少ないとは思いますし。 拡散しても拡散しないみたいな感じがあって結構フォロワーの場すの難しくてでそれでただうちの商品がまあ人に見せてあった時に言われたのが結構そのリーチとかすごい少ないのにあのまあ1400人ぐらいしかいないんでああコンバージョンが高いってことなんですね購入まで行く人が多いってことですねあ,あそうですあの、はい、でセットアップで来るみたいな感じが多いですねはい これ時に50枚までしか作れないのは、あれですかなんかこう、俗人性が高い商材というか。 こう例えば人を増やせばマイスもっっと作れるってことですか志願者から令和の虎へとなり上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表上早と家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成 YouTube チャンネル開設などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない牛タン界の独眼流が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む えと限界が、えっと、あの着物のジャケットの場合は50枚それは何で,ですかほぼ1着ずつ手作りなのとシルク100%をなかなか縫い切れないっていう。うんこと作れる人が増えれば、えっと、枚数も増やせるっていうことではなくて作れれるる人も限られるってことですかそうとも言い切れないんですけど今のところそうですね、はい、あの実際、えっと、袖丈変えたりとかこの見丈変えるって結構技術が。 いることだったりとかするときにはそのえっ、ー、と本当にに82歳のおじいちゃんが結構塗ってたりとかするのでそう最大年商で5六0 0 0万しかいかないってことですかいけ、うん、てマックス150枚から200枚ぐらいかなみたいな感じでまあ計算は最初してたんですけれども なんかこのデザインはすごい。そのすごい何て言うんですか？あのデザイナーさんのフィーリングが現れてていいと思うんですけど、はい、逆にまあ派手すぎて使いづらいと思うんですよ。逆にもっとシンプルに例えば裏地だけ着物柄にするとかそういうものもあるんですか？えっと、それは今はやっていないですね。うん 使いいいにくいなって思いますよ、ね、なんかそのもちろん成人式っていうイベントとしてはまあ確かにこういうのおしゃれでいいなと思ってくれると思うんですけど、はい、じゃあ成人式終わった後次じゃあ入社式で着れるかって着れるわけないですよね。あそうなんですよねそうおっしゃる通りなんです,ですよねだから、はい、バリエーションを整えていった方がこれ普通に考えてまあ,あのこれ着てこれんの岩井社長ぐらいじゃないですか普通に。<laughs> いやていうかまあそうここ1ヶ月会った人の中で着れる人岩井社長しか思いつかんなみたいな。<laughs> と思うんですよねっていうことはまあそう自分がその考える中でもターゲットが狭いなと思うのに、はい、それをまあ21歳、22歳ましてはその9万円、8万円って高いものを購入される方々がかなりその母数が絞られてしまうんじゃないかと思うんですけどそれビジネスモデル的にどうなのかなって質問があるんですけどそうですね、狭いですね。なななので、あのー、そのそこもも改良を加えいいいいといけないととけ思っていますでそれと同時に できるだけ柄小さいものとかもたくさん着物の中にはあるのでそういったものを実際選ばれてる方もいます半数ぐらいですかねあのめっちゃいかついのをけいかついというか小派手なものを着てるのは半数ぐらいでどちらかというとシックに見えるシルク100%の着物を着てるっていうのも半数ぐらいおられるという形です外国人には売れるんですかヨーロッパとと欧米は、えっと、サイズのの問題がちょっとあっあて着物の 着物が幅が狭いので、あの、先ほどジョーさんが着られてたのと同じように、<laughs> ちょっとやっぱりこう、何ですかね、大きい方多くなると難しいんですけど、あの、ロンドンのアーティストだったりとか、その、あんまり大きくない人には、えっ、ー、と、結構いけるかなという形ですね。着物の素材を使った、こう、リメイクのジャケットっていうのは、完全競合は売ってるところはないんですか、他に。えっと、ないです。 ないんですね。それはないですね。じゃあ、1000人に1人でも刺されば、供給独占してる状態ってことですよね、今のところは。そういうことだと思うんですよ。そうですよね。はい。<た>だそれだまあ、あんまり受けたら逆に真似されちゃって、その、いいポジション取れなくなっちゃうんで、案外ちょうどいいバランスかもしれないと。で、まあ、1は攻めてるかもしれない、ねね。たまに刺さる人いて、で、実際売れてて。スケールがやっぱり、そうですね。ある程度は限られる逆になんか EC で、ブワーって太くて多数とか、ある程度ジャンル絞りで、 広告しながら売るっていうのは刺さるターゲットが少ないとそうですね。なんかうまく絞んないと効果は出なそうですよね。ただ、うん供給がね。ここにしかないんだったら結構。 だから今着てる人、だから買う人のイメージが今多分ご自分でもその成人式ってものをすごい大きなターゲットにしてたわけじゃないですか。一つはそうです、ね、それが今回そのコロナによって頓挫したことによって、まあ売上大打撃を加わったってまあ一応書いてあるじゃないですか。うんはい、まずもうその時点でかなりそのビジネスモデルとして脆弱ですよね。一つのイベントが破綻したらね売れなくなっちゃって会社が生き行かなくなるっていうのはちょっと危ないですよね。だからやっぱりそのこのデザインだけでこれを乗り切っていく、まあさっきカブンズ 社長が言ってたようにコロナなんだからもう無理じゃないのって思っちゃいますよねだからやっぱり違う策も自分の中に何かないんですか今後順調に進んでいるように見えるタイガーファンディング中盤戦ドラゴン補正が牙を向くこの壁をどう乗り越えるか志願者の腕が試されるそうですねやっぱりパンツがえっ、ー、とかなり えと出るのであの同じ工場で全て塗ってるんですけどあのストレートワイドっていう形とその先、えー、のレースのパンツであったりとかそれをフレアーにしたものとかっていうのはパンツのシルエットによってジャケットって変わっていくんであのデザインってこう上からしていくんじゃなくて下からしていくものになるんですね。でシャツをパンツ描いて、えー、とインナー描いてその後ジャケットの 最後にエリを描いていくみたいな形にこう順番していくんですけれどもそうなった時にはパンツのシルエットの影響によってトレンド感は補えていけるという形でパンツ自体も実際にはあの結構お店ではパンツがおろしが多いのでどちらかというとっていうところで補ってますはい どう頑張っってても枚数増やすってのはじゃあそうすると例えば年商のアッパーがこう決まってきちゃうとか、まあ、1億もう計算ししら万弱ぐらいいかなな,んないですよね生産枚数に関しては、えー、とやっぱり海外に持っていったらもっと増やせるんですけど、まあ、クオリティがどうかなっていう部分と一、まあ、回それもちょっと検討してみて、えー、と見積もりとかも取ってみたんですけど結局最初の枚数がドカンってきちゃうのでどうしても。 いう問題がちょっと出てますかねなんかさっきあの成人式とおっしゃいましたけど例えば、まあ、さっき細井先生もおっしゃったあの例えばおばあちゃんが持ってたものを今風にこう自分なりにこうアレンジしてきたりするとか何、はい、かこういろんな用途はすごいありそうかなと思うんですけど、はい、ただその作れる枚数が限られることによってちょっと上がちょっとこう。 限られちゃうというか、売れる枚数と年商が決まってきちゃうっていうのはこ、こうスケールしないっていうのは、なんかちょっと気になるなというのは、ちょっと気ですけど,、ね、どそこはでも実際にたくさん売れていく道中で、準備していてもいいところですよね、売れなかったらそこの準備してもしょうがないわけなんで、結局、今、出せる上限にまだ全然遠いわけですもんね、状態としてはそうですね今そこまでで考えられないって感じですよね。うん それは、えー、とちよりもそのいったら最初スモールで200万の中と自分の,その自己資金の中からでその、えー、とオーダーを、えー、とイベントとそのっの、えー、とのウェブとかインスタグラムからでこう取れていってでその後あのそれであのちょっとコレクション発表したりとかっていうような形でどんどんこうモデルとして。 あのやっていいいきたいというイメージですこう世界に発信していきたい日本のアーティストとなんかコラボレーションしていくとかそういう案はないんですかあ,ありますあの実際に、えっと、ロサンゼルスで PR, あの PR チームと組んで、えっと、やったんですけど。 あの、向こうの PR チームがコロナの影響で自己破産してしまって、で、服全部持っていかれちゃってみたいな感じもあったんですよ。あの、向こう自己破産すると全部弁護士抑えちゃうみたいなんで、家から何から何までっていうのもありましたし、で、その辺は、あの、ちょっとインスタグラム見たら出てくるんですけど、実際に海外のアーティストが来てます。あの、55万人フォロワーだったりとか、100万人フォロワーだったりとか、一番その PR が目指してたのは NBA の選手だったんですよ。あの、トンネルフォトって言って、こう、トン、 なんか、ロッカールームに行くところにスタイリストがついてて、その時にあれを着てとか、そのアカデミー賞で着てもらえないかみたいな感じは、実際やってましたね。そ,あのその辺はちょっとインスタグラムには載ってたりとかするんですけど、そういうふうにこう、アーティストさんであったりとか、そういったところには、やっぱりスタイリストからのリリースがすごく多い商材でもあるので、そこの中からうまく見つけたいなとも思ってるんですけれども。 今在庫は何着ぐらいあってその借金どれぐらいあるのかとかそういう部分を聞いてもいいですか株式会社ハレルヤ代表斎藤智春世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える帯界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか 借り入れは、えーとまあ、大体今200万ぐらい、まあ普,通えー、と普通に個人の方からちょっと借り入れしてるんですけれどもああじゃあ利息甘めみたいな感じですねあそうですね、えっと、な,なのでそ,それが事業計画の中にも口を書いています在庫は、えー、とあれ全部ですきもののジャケットに関してはさっきのが、はい、あ,あそうですかサンプル程度ぐらいって感じですねあれがないとポップアップがちょっとできないのでもう少し生産数を増やしてバッて並べたりとかその新しい柄だよっていうことでその ルックブックとか映像を撮りたいっていうようなイメージなんですけど一応その7月から「ポップアップをこう全国こうちょっと回っていって前後撮る前後撮るみたいな形でこの事業プランは考えておりました、はい、今までその「ポップアップショップ現場だけで販売してきたんですか全部と着物じゃない商品に関しては、はい、卸してます じゃあみんなポップアップで採寸をしてそしてオーダーを入れてお家に帰って発送を待つっていう感じなんですかシーズンごとに発表されるじゃないですかブランドって、はい、でその時に百貨店の中とかでも別部屋に次の商品用意してて顧客さん呼んでっていう形でこう受注会っていうのを結構するので平均の価格はいくらですか13万円で10万円が多いですかえっと平均的には平均的にはセットアップが一番やっぱり多いので、はい、12万円が多いです平均するとどっちが多いですか 直で売れるのと、おろしで売れるの。平均すると、今まではおろしの方が多かったんです。要は、お店投資っていうことがすごく多かったです。平均したら20%とか30%とかですかどうですか利益率は。えー、30%までいかなかったですね。じゃあ25%だと考えればいいですかはい。はい、じゃあ12万円で25%だと ?3 万,3万円。3万円。じゃあ1着売れたら3万円儲かるんですね。はい、そうです。で、年間いくら、えー 生産が売れるマックスが250着って言ってましたっけ大体そうですねマックス250あればそうすると750万しか儲か儲ないですかそうですだからしんどかったんですそうですよね、はい、というわけでそうするとビジネスモデルとして厳しいんじゃないですかビジネスモデルの厳しさを追求され窮地に追い込まれる志願者果たして挽回の余地はあるのか 次回最終話「虎と志願者の熱き攻防を見逃すな」限界で750万しか儲からないって言ったらこれでできないですよ次の志願者の詳細は「サブチャンネル令和の虎ガイデンへ」TF1 秒前ですよ。